米カリフォルニア州サンノゼの鉄道施設で26日朝、従業員の男が少なくとも8人を射殺する事件があった。容疑者は自殺、さらに複数が重傷を負った。警察が発表した。事件は地元鉄道機関の車両基地で発生した。地元サンタクララ郡の保安官代理は、容疑者1人を含む9人が死亡したとした上で、死者は今後増える恐れがあると説明。現場で爆発装置が見つかったとの情報もあり、爆弾処理班が出動して対応していることも明らかにした。サンノゼはシリコンバレーに位置する人口約100万人の IT 都市。米国では長年にわたり銃犯罪が社会問題化しており、日常的に発生する発砲事件のほか、学校や職場、商業施設を狙った銃乱射事件が相次いでいる。